ステージの幕開け。彼女にとってそれは2006年12月3日日曜だった。緊張してる？はい。はい。この日から11年間を彼女はアイドルとして駆け抜けた。お久しぶりです。渡辺真由です。この番組が放送される頃、私は AKB48 を離れ新たな道を歩んでいます。これからのことを私は個人的に真由の卒業をきっかけにすごい考えるようにはなりましたね。本当に影で支えてくれてるというか、まさに背中で語るタイプだなって思います。真由さんから学んでることが多かったので、いなくなってしまうっていうのは、大きいのかな。みんなの夢は叶えますように。きっとこれまでのことをゆっくりと振り返っていると思います。今のこの現状には満足していません。私は1位を取りたいです。この番組を通して、これまでの私、そして今思う未来のことをできるだけ伝えられたら、そんな風に思っています。劇場の最後お願いします。お願いします。を逃したら私一生後悔するんじゃないかなって、なぜか根拠のない自信を持てた2日間。